はい、相沢です。ん、もしもし、なんだありゃ。えっ、お兄さん。何寝てんのよ。助けに来たんでしょ。だったらさっさと助けなさいよ。ねえ、ほら早く。ねえ、なんだこいつ。ほら早くこいつはやっつけちゃってよ。何の話だそりゃ。俺は見学に来ただけだぜ。一社会科教師としてよ。な、何言ってんのよ。甘えてんじゃねえぞ。こら！このボクちんをよくもはめちゃったりしてくれたよな。いやあ、の制服パブにはすっかり騙されちゃったよ。そんなけどよ、なんで俺が助けなきゃなんねんだ。ああ、あんた仮には私らの担任でしょ。生徒助けんの教師の仕事よ。あうかおめえ、仕事なら5時半のチャイムでとっくに終了してんよバロー。普段は先行舐め切ったような態度ばっか取ってるくせに、困った時は助けてくださいだ。教師舐めんのもいい加減にしろ。何しやがんだよこの野郎。まだ話が終わってねえんだよ。切る話。先生、おとなしくしてもらおうか。え、いや、便利な時だけ先生先生。先生は教育要項に書いてねえことはしねえんだよこのボケが。助けてほしけりゃ詫び入れろや。ああ、冗談じゃないわよ。なんで私が古流馬鹿教師に頭下げなきゃなんないの。なら好きにすれば。ごちゃごちゃ抜かしてんじゃねえ。さあどうするんだ雅。詫び入れんのか入れねえのか。黙れて言ってるんだ。作れるのか。入れねえのかなあ雅ちゃんよ。この野郎。はっきりしろよ。あいつら。ごめんなさい。貸しにしとくぜ。逃げろ。そこで伸びてるやつも連れてけや。